みほとけチャンネル。今回は福井県の小浜市にやってきました。若狭小浜市観光協会さんとのコラボ動画でございます。仏様の魅力をざっとお伝えする YouTube を撮ろうじゃないかということで、ロケに来させてもらいました。小浜市は古代から奈良や京都の都に海産物を中心とした食材を届けた御食国として栄えた町です。その関係もあって、京都や奈良の都とつながりがたくさんありました。で、いろいろ都の文化とかもこちらに残っていることもあって、たくさんの古いお寺や仏像も魅力的な仏像がたくさんあります。うん、その中でも、特に旧国宝に指定されていた八ヶ寺をまとめて、小浜市の八ヶ寺巡りっていうのを推奨されていて、その方々がとんでもないということで。とんでもないです。行きましょう。行きましょう。お願いします。はい、原田さん、よろしくお願いします。ただ薬師に来ました。はい、薬師如来様がいらっしゃるんですね。はい、そうです。こちら石昇山忠治という高野山真言宗のお寺になります。木造薬師如来立像がご本尊で、薬効を持っていない古いタイプのお薬師さんになります。お薬師如来といえば薬の壺を持ってるっていうのがトレードマークですけど、はい、そうですよね。古い仏像の薬師如来っていうのは持ってないんですね。持ってない。はい、そうなんです。深い歴史があります。奈良時代から。奈良時代から。それでは山門をくぐりたいと思ったところで、はい、ご住職の手書きでしょうか。北陸花の寺。こちらのご住職がですね、はい、北陸でも有名な花のお寺にしたいということで、はい、境内を奥様に庭師じゃないんですよってこう言われながら一生懸命ご整備をされまして、はい、今お花が非常に多く咲いております。いいですね。ご夫婦で手作りのお花の寺になっていらっしゃるんですね。素晴らしい。ではお参り失礼します。大きいわらじも、はい、こんだけ大きいわらじを履くものがおるんだぞということで魔除けっていうふうに言われてますよね。でもだいぶ細い足なんですね。そうですね。細長いちょっとこうスリムな感じが、はい、すごいぜ。スリムといえばご本尊の薬師様もなんていうんですかね、ちょっとエキゾチックというか、はい、シルクロードを感じさせてもらえるようなシュッとしたようなお姿をされています。なるほど。じゃあそれを由来して足の細い魔物がいるぞっていう、ね、そうかもしれませんね。失礼します。あら、綺麗なお花ボタンかな。かわいい。すべてご住職がご自分で手植えで、はい、いいですね。傘がついて、あ、心も明るくなりますね。玉川住職、はい、よろしくお願いします。はい、ちょうどね、お参りされた方は鐘ついていただいております。入られる時に鐘ついていただく。あ、そうなんですね。それなぜ入られる時に。それはね、やっぱり仏様にご挨拶をするというかね、はい、最初だから入り鐘なんですよ。出る時についたらダメなんですよ、ね、へー。おー、ここから花からの本堂のこの景観は素晴らしいですね。うちのお寺はちょうど今花参りということで、はい、うん、ボタンが約200本おで、ツツジが500本、シャクナゲも500本あるんですけど、シャクナゲは鹿にほとんど食べられてます。あら、鹿もう鹿育てとるようなもので飼育してるようなもんで、植えてまあ 5,6 年です。見事ですね。鹿にも負けず、雨にも負けず、猿にも負けずというところですね。で、仏様がね、はい、古いんですよね、ここは、はい、中入って。はい、失礼します。ありがとうございます。とんでもないところにお邪魔しました。花の寺のふわほらかさとはギャップです。そうですね、中はもう仏様、はい、曼荼羅の世界ですわね、はいはい、もしよかったら前の方進んでいただきます。どうぞ正面まで行ってください。はい、失礼します。真ん中におられますのがご本尊の薬師如来様です。うん、コロコロ線になるほど。高さ194センチありましてね、茅の木の一木一つの木を掘り抜いて作られた仏様なんです。そうですか。
奈良時代の後見天皇という女帝がおられるんですよね、はい、その方の、まあ、眼病を治されたということで目の仏様なんですよね。でお役さん見ていただくと目のあたり少しハゲ取るのが分かると思いますけど、はい、昔の方はもう直接触ってね、はい、お参りしたんです。へえ、うん、そっか、だからここがみんなが触ってなんでないして目が良くなりますようにって、ですね、昔はもっと下におられる身近な仏様だったんですよね。そうだったんですね。あとお顔がなんかあまり見ないお顔ですよ ね、縦長でちょっと外国人みたいな、はいはい、日本人顔じゃないですよね。この辺りというのは中国朝鮮半島船がよく入ってますのでね、はい、そういった大陸の影響を受け取るかもしれませんよね。あと薬効を持ってない手が優しいですね、はい、そうですね、また大きな手ですね。そう、すごい肉厚で、ね、これはこういうお手手によしよしとか、はい、こう大丈夫大丈夫、ね、トントンでしてもらったらもう、はいはい、うん、安心するって、我々包み込んでくれるようなね。ここ暑いとね、多分マッサージも上手ですよ。ここが分厚いってことは、もちろん聖なるものなので、はい、聖なるものという威厳も感じるんですが、なんだかとって もう身近なね、はい、知り合いにおられるような、そう、そういうなお顔立ちでもありますわね。そうですね。そこから大寿司よく見ると日光月光菩薩さんも、実はね、はい、日光月光さんじゃなくてね、はい、右手が観音様、小観音様なんです。ほう、こちらも平安初期、それから左手見ていただくとね、十一面観音様でね、こちらはね、福井県の最も古い木造の仏様だと考えられています。十一面さんとしては日本で最高級ですわね。奈良時代後期に作られた仏様。本当ですか、そんな貴重な方がこちらに。またお体非常に細いでしょ、はい、古いんですよね。それから遠くの人お救いになるように手が長いんですわ。なるほど。でお顔を見ますとね、笑ってられる、うん、めっちゃ笑ってます。笑った姿から若さのモナリザとかね言われてる仏様。この辺りとか、はい、まあ、滋賀県、それから、まあ、京都、山城、奈良のこの縦のラインですよね、はい、この辺りにやっぱり古い十一面観音様多いですわね。なるほど、京都、奈良、滋賀の十一面観音様って本当にね、信仰厚い中での一番古参メンバー、はいはい、ここに上がらせていただけるんですね、なかなかね、昔は、はい、近づけなかったんですけどもね、はあ、このお堂の中、はい、全体がもうゴージャスですね。そうですね、この四天王様も平安中期約1000年前なんです。で小顔なんですよね、非常に顔が小さいというのが特徴。すごいですね、顔が小さくて、はい、ちょっとこの角度から見てください。一生懸命歯を出してにらみ利かして一生懸命なんですけど、なんかちょっと童顔で可愛らしいっていう、だからこう一生懸命さが伝わってきますよね。足を踏ん張ってるような、ね、踏ん張ってるような、もう体幹が太いんだ。この肉厚さっていうものがやっぱ平安中期の仏様の、何度紹介したことか、太いよ、見て、あと手を伸ばせば届きそう、失礼しました。でこちら十二神将さんですね。十二神将さんですね。でこちら色がよく残っても、こちら江戸時代後期なんですけれどもね、まあ面白いのはこうやって高く上げてなかなかないんですよね。はい、ないです。それから幕もこれ木でできてるでしょ、これ。あ、本当だ。江戸時代の宮大工さんがね、工夫したんですよ、はい、へえ。だからこの舞台のように高いところを上げてね、はい、上から守ってくれてるんですね。そうですね、行ったことないけどオペラ座ってこんな感じなのかな。劇場っぽいわ。こちらにもしかして阿弥陀様、お釈迦様。阿弥陀様ですね。阿弥陀様3体おられて。阿弥陀様が3体なんで言い過ぎですよ、想像より言いました。阿弥陀様が3体近くのお寺が二か寺ね、戦国時代にね、廃寺になりましてね、はい、そこから来られたお客様なんですよ。お客様、だからお客様ですので一番端におられるんです。本来ならこの3体は、まあ、二階寺から来られてますけれどもね、本尊様ですので中央におられるべき仏様ですので、まあ、仮住まいですわね、ここでね。いつぞやかね、もし仮にお寺が復興されたら戻られる、ね、だから400年ずっと仮住まいで、まあでも仏様の寿命からすれば400年なんていうのは ね、小学校1年生になるぐらいですかね、平安後期です。900年から1000年前ですわ、はあ、この阿弥陀様のね、この3体一気に拝めてこの魅力を浴びなきゃいけないっていう、こちら側はもう大変ですよ。一つ一つお堂で本尊様のクラスの方ですからね。左の阿弥陀様はね、下のね、はい、なんか近くにおられそうなお顔立ちもしてます、はい、うん、逆に真ん中の方は少し厳しいというか、そうですね、はい、しっかりとこちらを見ているっていうね、
そう、平安の仏様がこの密度でここにいらっしゃるって、でこちらの小観音様、こちらの方はね、まあ、梅観音と言われてまして、はい、梅の木で作ったとも言われてますし、まだ細長いでしょ、はい、そうするとひょっとすると、まあ、大陸からの影響を受け取るんではないかなと、うん、でまあ、平安期ですね、こちらの仏様も、この日本の馴染みのボディではないですよね、うん、そうですね、ちょっと忠治さんやばいですここだけでもうあと4つお寺作れますからね。そうですね、すごいですよ。そしてこれが若狭忠治の念法展を、はい、ね、京都のミュージアムで、はい、いや皆さん皆さん行かれましたわ。だからこのお堂が空っぽになりました、だからこういうふうに一つの博物館を埋め尽くすことができるほどの充実した、 そ、ね、そもそもなんでそんなに古い方が集まってくださってるんですか。まず一つは奈良から平安時代に非常に栄えたんです、この地がね、うん、で奈良時代は塩が取れましたので財力が非常にあった。またあの中国朝鮮半島から船が入ったり、また日本からいろんなところから、ここから小浜港から荷揚げされて京都なら送られていったということで、文化の要所でもあった。たくさんのお寺仏像が作られましてね、で戦国時代とに戦いがほとんどなかったんですよ。それも大きいですね。よく残っとるという形になります。で、あの港町ですのでね、はい、まあ、時代を通して栄えてきたんですよね。船板一枚下というのが海になりますのでね、うん、あの命もかかっておりますので、うん、まあ、信仰も非常に厚かったんです、この地域というのは。だからこうやって古いお寺がこの狭い小浜の中に130カ寺今残ってますけれども、うん、たくさん残っとるということになります、はい、いや、おかげさまでこういう私みたいな仏像好きがですよ、こうやって仏様と出会えて嬉しいですよ、わざわざね来ていただいて、あの仏像好きじゃなくとも間違いなく誰しもが感動する場所を出すのでいらっしゃってほしいです ね、はい、そうですね、本当にぜひお参りいただければなと思いますね、はい、一個ね今喋ってて思ったんですけど、はい、この薬師様ね、なんかね生きてるみたいです。私も馬面でよく似とるって言われますからね。それね、言おうか迷ってました。あ、そうですか、似てるんですよ、失礼ですけど、申し訳、本当申し訳ない、いや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 、失礼だから似てきたんじゃないですか。あ、そうかもしれない、一緒にね拝まれて生活されてるから、そうですね、ありがとうございます。いえ、どうもどうもどうも、お越しください。ということで妙楽寺にやってまいりました。ご住職よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。この寺は高野山真言宗のお寺になります。今度、まあ、後で、ね、見ていただきますけれども、若狭地方で一番古い建物でもございます。その昔行基さんがね、こちら若狭地方に来られまして、でこの山に登られて千手観音を広木の一木からね掘られまして、でその後、まあ、弘法大師空海さんがこの北陸の方回られて来られた時に、その千手観音をねこの山で見つけられまして、でここにお堂を建てて千手観音さんを祀られたっていう縁起でございます。行基さんと空海さんという二大スターがですよ、ね、そんな有限なお話が、うん、詰まった聖地なんだなっていうオーラビンビンです。いやですか、はい、あ、うん、落ち着く、今落ち着きすぎてご住職の横とは思えないほどふぬけた顔で歩いてますこんな顔で落ち着くとか思いながら、そうそうそう、なんだね、この小川が、うん、いやー、何ですかこれはこの小川をまたいで渡るという風情ですよ、はい、あらー、もうちょっと待って、この青もみじとこの山門のかっこいいことよ、最高、若さ最高です。小浜市ってなんか奇跡のようなところですねこれだけのものが、正直言って車ですぐそこ駐車場つけてすぐここまで来られたんで、なんかその一生懸命山守りせずふらっとこんなお寺様が街にバンってあるっていうものが感動してます。よかったです、奇跡、はい、失礼します、はい、失礼します。少々いいですか、私本当にこういう大木で苔が蒸している木を見ると感動して触りたくなっちゃうんですねパワーをいただく、はい、あ、もふもふ、苔がもふもふですよ、最高あ、化粧地蔵だ、子供たちが化粧するお地蔵様ですか。ですよね、一体はそうですね。おお、出ました、これが若狭の隠れ名物、化粧地蔵、
子供ちゃんたちが色塗るんですよね。地蔵盆っていうね。そうですね、地蔵盆でね、はい、うん、京都でやっていらっしゃるお祭りだけども文化の交流のおかげ で、ね、若さんにも地蔵盆がある、はい、ですよね。で子供ちゃんがお地蔵様に色を塗ると、うん、はい、塗って、これもあのシイの木ですかね。もうこれもかっこいいですね、うん、もういろんな動物がその穴から出入りしたりとか、はい、去年ぐらいかな、こう掃除してたんですよ。でふっとこうなんか視線を感じたんですよね。で振り返ったらあのウリ坊ってほらイノシシの子供あれがこうちょこんといて、でしばらく目が合ってたんですよ。そしたらバババって走って穴の中入ってってかわいい多分はぐれたよね。あ、お母さん食べちゃって、だからここで身を隠してたんですね。そう、うん、いい話、かわいい、うん、ちょっとカメラそのまま後ろ向いてください。この参道と観光協会の皆さんいいです、いい景色。そしてこの森を抜けた先にこのポコンと急に空が広がって、はい、真ん中にお堂がありますね、うん、はい、鎌倉時代に作られたこの若狭地方で一番古い建造物って言われてます。今度の屋根は檜皮葺きで、はい、平成3年に吹き替え工事されてるんです。今からだいたいね30年ぐらい、うんうんうん、経つわけなんですけど、はあ、はい、先ほどの鐘楼堂もそうですけど三門もそうですけど、うん、こう白木の部分がなんとなく湿気を帯びて、うん、ちょっとこう粉を吹くような、うん、はいはいはい、古くなり方っていうのがかっこいい、かっこいいですか歴史を感じるのと、この土地のこの湿気の濃さみたいなのも非常に感じます、うんうん、はいはいはい、じゃあいよいよお堂の中にすいません、はい、よろしいでしょうか。どうぞ。ご住職、うん、心臓止まるかと思いました、うん、この千手観音さんなんですけども、はい、一般的にね千手観音さんというと11面お顔と42本の、ね、手のお姿っていうのが一般的なね千手観音さんのお姿であるわけなんですけど、こちらの千手観音さん24面千手24個ねお顔とで手も1000本揃ってる非常に珍しい観音様になります。すごいですね、どう通りで手の迫力、うん、うん、はい、信じられません。これだけの手があってあれだけのもの持ってたら、うん、なんとかしてくれますよね、うん、ですよね、あそうですね、うん、もうたまに拝観するんですけど、うん、あ、お電話、あ、ごめんなさい、すみません、ね、全然切っときます。中って入っていいんですか。全然いいですよ。え、うん、いいです、いいです。どうぞも近くで、あ、足しびれました。全然、全然、そのいっすよ、いっすよ、どうぞどうぞ、入りましょう、はい、お邪魔します、はい、お邪魔します、失礼します。おー、すごい、中に入って気がついたけど、うん、こちらになんて観音様がいらっしゃる。小観音様、素晴らしい方いらっしゃるじゃないですか、はい、石ぼずく作りの、こちらも平安時代に作られたって言われる、刻まれたという。めっちゃ素敵ですね、うんうん、このお衣のドレープが超キュート、うん、はい、はい、このクリン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 っていう、うん、そうですね、家紋で、お顔も優しい。昔からその縁結びの観音さんとしてもね、熱い信仰があったんですよ、うん、すみません、ちょっと煩悩が出ちゃって四天王様素晴らしいんですけど、一旦、はい、一旦千手観音さん失礼します、はい、見てこの手のところ、手のところのボリューム見てくださいよ、すごいやこれ、うわ、こんな仏様、うん、他でお会いしたことがありません、うん、昭和ね50年代ぐらいまでは扉閉めてたんですよ、はい、え、もうずっと秘仏でからですね、これだけの繊細なお姿が守り伝えられているっていうのは、うん、そうやって秘仏だったっていう事情もあるんですね、はい、そうですよね、あの遠くで見たらこの迫力にうわってなったんですけど、うん、近づくとものすごい美しくて、うんうん、そうね、はい、非常にね優しいお顔をされてて、うん、手が静かにこうお参りいただくと、まあその人のねこう今のその感情というか思いとかね、そういうのでこう顔の表情がこう違って見えるっていうようなこともねよくおっしゃられたりね、菩薩面憤怒面、優しいお顔であの人々をね、まあ、救う慈悲の顔で、まあ、横のその憤怒面厳しい顔で、まあ、間違った考えを正すとか、まあ、そういう意味合い憤怒面、いや
しかしそばまで寄らせていただけるというのは、いやいやもう全然近くでね、今お参りいただけるので、これですよ、これがもう小浜市の皆さんの朗らかさ、うん、ういう奇跡ですマジで、すごいです。今これ今入っておられるお寿司っていうね、はい、なんですけど、これ全部扉のみで削られてるんですよ。お、本当だ、ちょっとデコボコして、カンナじゃなくて全部のみでね、そっちもそうなんですけど削られてる、のみ仕上げのお寿司、炭書きが入ってるんですよ。永仁4年建立っていう、ね、非常に珍しいお寿司で、これだけでも国の重要文化財なんですよ。へー、うん、ちょっとせっかくなんで、あの11名様の左右の菩薩面とそのフンヌ面、フンヌ面ちょっとよろしいですか。どうぞどうぞ。怒ってますね、怖いですね。やっぱあれだけ怖い顔も観音様もあるっていうね、優しいだけじゃないぞっていうのがこれなんですよ。もうちょっと油断しちゃダメなんですよね、もう怖いんですよ、もう油断したら。ありがとうございます、もうありがとうございます、はい、はい、続いては円生寺さんに来ました。今までのお寺とは違って、こう住宅街の中にね、あ、そうですね、一緒にこう馴染むようにあるお寺さんですけれども、はい、円生寺さんは、はい、奈良の春日明神のお告げによって刻まれた大日如来さんがこちらに移されたことを起源にするお寺です。お、やっぱり奈良ですね、はい、春日明神なんかもう奈良公園のね、一番奥にいる春日大社の、ま、そうです、あの山の中から、はい、こちらに移ってこられたと言われているお寺です、はい、で、あの北陸随一の大日如来と言われてますので、うん、ぜひそのお姿を見ていただければと思います、はい、北陸随一の大日如来、はい、言われてみたい、はい、言われることは一生ないけど、あるある。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、山野草はあれですね、山岳植物、高山植物かな。へー、待って、ね、あの、ね、これここから拝むのが、はい、ポジション的になんか良さそうなぐらいでかい。そう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 ね、参拝感。お邪魔します。ナムー、お願いいたします。仏の御国に、わあ、なんだこの音は、うわあ、贅沢、贅沢です、贅沢、贅沢です。北陸随一の随一大如来様、随一間違いなしです。あのもうあのお顔がいわゆる平安時代の上長さんが好きな、ね、はい、平等院報道とかね見られる、もう貴族が好むあの、もう都っぷりが素晴らしい。そうです。そうです。であとその左右にいらっしゃる仏様も、そうなんです、そう、そうなんです、見逃したらダメですよ。こっちの不動産めっちゃ見てますよ。そうそう、目が合うんですよ、ここ。すごい斜めで見てますよ。そうなんです。やばー、すごい。バチッと、バチッとな、この動きが。なんかクロスで見てますよね。ガシッと、ガシッと。いいですね。綺麗なお庭。福井県の名勝指定、はい、へぇ、江戸の初期、江戸の初期のお庭、やっぱりなんて言ったって借景ですよね。やっぱりね、そこが大事ですね。はい、奥の森が本当にあのなジブリ、なんかジブリ感、うん、あれは人工で作ろうと思ってもああは絶対に無理ですよね。やっぱりお寺のある場所っていうのが山裾にね、ポコッとくっつくように立っていらっしゃるからですね、癒される、癒されますね、うん、キレン、国分寺ってお寺って日本全国にあるんですよ。あの奈良時代に聖武天皇が東大寺の大仏を作った際、こうやって仏教の力を全国区に広めて国を守ろう、国家鎮護をしようということで、もう県庁所在地のようにですね、もう北は栃木、新潟ぐらいまであるかな、で南は鹿児島までですね、各各場所にその国のことを守るお寺を作ったわけですよ。大体奈良時代にできているので多くが燃えてなくなってしまうわけですよ。結構途絶えてしまうことが多いんですね。ただこちらちゃんと残ってます。すごい、すごいですね、お釈迦様です、ね、この大きさの方に、はい、
で鎌倉時代の再建ということですけども、若さの大仏様、大仏様、このちょっと空間のね神秘的な感じもいいですよね。子どもたちが毎年、はい、あのお掃除してる、地元で大切に守られているお釈迦様です。子育てをなさってですね、はい、そうです、見守ってらっしゃる、はい、優しい、はい、お父さんに見えてきた、あれなんかお父さんって感じ、そんな感じします、うん、お父さんおー、男前ですね、美しい、美しい、鎌倉初期で、お体に視線を移すと肉厚でしょう、そうなんですよ、意外とね、ボディはこうしっかりされてて、うん、しっかりでしょう、かっこいい、こんなお医者さんに出会いたい、本当ですね、ちょっとドキドキちゃいます ね、こちら阿弥陀様とお釈迦様の方が年代が古いんですね、あらま、こちらは優しく失礼いたします、この螺髪が控えめだな、頭がね、オッケー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 ってポーズ、空間とんでもないほどだ、いいですね、お腹がちょっとぷよっぷよっと、お腹ぽよっとしてるところに、あー触りたいって思っちゃうねー、お腹ぽよってされてる、あーありがたいね、最後です、羽賀寺様にやってまいりました、羽賀寺さんです、もう特別な空気が漂ってますが、はいはい、漂っております、こちらにあります十一面観音様が大変お美しいお姿で、こちらも長らく秘仏になっていたので彩色とかもすごく綺麗に残っている、本当にお美しいお姿なので、ぜひぜひ間近で見ていただきたいなと思います、はい、はい、そうしました、あのこういった方を拝ませていただきまして、はい、毎回驚きの連続でございましたが、はい、もう驚きませんよという心の準備できてます、はい、いや、はい、驚きますそうですよね、はい、では早速中の方にお邪魔いたします、では失礼いたします、ご住職こんにちは、はい、お邪魔いたします、はい、いえ、とんでもないです、はい、あのもうすでにとんでもない方がお待ちになっていることを感じているんですけれども、はい、まず羽賀寺さんとはどういったお寺なんでしょうか。羽賀寺っていうのは、はい、羽を喜ぶ寺というふうに書くんですけれども、霊紀2年奈良時代の初め、西暦716年の創建だとされています。この場所に、昔法王が飛来をしまして、その羽を落としていったと。でそれを献上されました、奈良町の女帝元正天皇が、これは非常に縁起がいいことだと喜ばれまして、この地にお寺を建てるようにという、行基に、命じられたのが始まりだとされています。ということで、法宗山羽賀寺、法音、法王を喜ぶ寺、羽を賀する寺、そういった名前にもなっている、はい、この場所は実はね、コウノトリが今でも卵を産んでひなを育てているという場所なんです。で昔からコウノトリがずっといた場所ですので、そういったことも含めてあったのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもそのこの地域が小浜っていうのは、たくさんのお寺を回っていただいているのかなと思うんですが、中国大陸だとか朝鮮半島がたくさんの方渡来をしてまいりましたし、仏教も含めた文化がこう混ざってきて、でその玄関口としての役割を果たしてきてるんですよね。この羽賀寺も、朝廷の直願寺として建てられたということですね。いや、仏教一日通じてきてですね、これだけの仏様が残ってるってことが本当に奇跡だなと、はい、そうですね、はい、でこの若さっていうのは、街道筋からちょっと外れて、北陸道からも外れてますので、大きな兵力を取るような大きな戦は少なかったということで、まあ、空襲なんかも含めて多くなかったので、この平和な国だったおかげで、平和な国、平和というか平和なんだけど、大きさが少ない、平和というか、田舎だから戦が本当に
ほんまに。ほんまにじゃないですよ。マジ。まあ何がいいのかっていうのは本当に難しいんですけど、難しいんですが、まあとりあえずそういうことだなるほど。はい、残ってくださっていると。いやいや、ありがたいことです。ありがたいことでございます。はい、じゃあすいません、こうしてもうお話いただいたので、満を持して拝観させていただきます。はい、もちろんどうぞ。ありがとうございます。はい、ませ行ってまいります。はい、はい、どうぞ。優しい。します。どうぞ。うわー、スタイルがいい、うんですね、プロポーションがいいですね、はい、あ、美人さんねカラフル、彩色がね、はい、そうですね、よくこれだけ残ったものだと思います。本当ですね、はい、うわ綺麗、小顔でこう肩がふわって持ち上がってて、うん、くびれて腰がしっかりあり手が長い、美しさっていうのは女帝の、ね、現象天皇からのことづけっていうのもあるんですかね。ご当身とされてますけれども、うん、まあ、それにふさわしい非常に艶やかなといいますか女性的な仏さんだなというふうに思いますね、はい、あの細かいことを言いますとね、はい、奈良時代の作っていうふうに申し上げましたが、はい、9世紀から10世紀平安の前期上巻の頃じゃないかっていう説も有力なんですよね、はい、でその頃っていうのはいわゆる異国情緒というかお顔なんかも異国的な、はい、あのスラッとしたこう顔をされてるんですね、はい、逆に平安の後期になってくると平安美人になってきますから、うん、非常にこうふっくらっとこうした感じに日本式に和式になってくるんですけれども本当に異国情緒がありますね、ですね、はい、そう思います。お顔周りがエキゾチックそうですね、はい、本当にそう思います。艶やかな、あでやかな美人さんです、はい、尊いなぁ、そっか、はい、いろんなこう見方ができるんじゃないかなと思いますし、はい、感じ方ができるようには思いますよね、はい、はい、左右のこの毘沙門天様、はいはい、この方もいいですね、平安時代、平安末期になりますけどね、平安末期ですか、はい、太い体がグッとくるいいです。せっかくですから裏手までずっと回っていただいて、はい、お役者さんがいらっしゃるのと、はい、上三面に33体の観音さんの変化身がありますので、はい、後ろ回っていただけるといいかなと思います。失礼します。そう、観音様ってね無限にいろんな姿に変身をするからどれかしらの姿に変わって自分に一番助けに来やすい姿で会いに来てくださるっていうね。お、ちょっとここからパンしてください。いくよ、せーの、こんにちは。ここの小部屋に収まってらっしゃったんですね。お顔がキリッとされてて緊張しちゃいますね。なんかこの受付に座ってるみたいな感じでね、もうたくさんのお寺がやっぱり松寺であったり神社の別当しておりましたから、はいはい、であのたくさん集まってこられてますね。羽賀寺さんの規模の大きさっていうのを感じますよね、すごいね。こちらの千手観音さんも素晴らしいでしょう。こちらも平安時代、うん、もうお顔めっちゃ優しいじゃないですかこの方もそれこそこれは和式なんですよね。そうですね、はい、この異国情緒のお顔との比較が非常に分かりやすい、はい、本当にこのね、これがもう本当日本の親しみのあるお顔、うん、一方でこの外国人風の美人さん異国情緒、本当にプロポーション素敵、ありがとうございました。はい、いやいや、とんでもないです。ナム。さあ、ということで八カジ巡り終わりました。ありがとうございます。この最後ここに来て、はい、マーメイドテラスから眺める夕日見て、すごいですよ、めっちゃ美しい。夕日を眺めながら思い出すのは様々な仏様のお顔、仏様も個性豊かでしたし、住職も個性豊かでしたし、食べ物も、はい、お水も、はい、神様のお話も、はい、仏様のお話も、はい、人柄も、はい、心も豊か、本当に豊かな場所、小浜市、ありがとうございます。本当にこの YouTube チャンネル見てくださった方にもぜひ足を運んでいただきたく思います。で、この八カジを巡るのに最適な共通配関係というのが、うん、この秋に出る、はい、そうです、予定です、はい、詳しいことは若狭小浜観光協会のホームページをご覧ください。はい、お願いします。お願いします。
ね。だから共通配管券には様々な特典がついて、はい、まあ期間は区切られている中でございますが、こう配管しながらさらに小浜市のことを体感できるものがついてくるので、はいはい、ぜひね、よかったら2日間かけてゆっくり巡っていただくのが私はちょっと理想ですね、はい、ぜひゆっくり巡っていただきたいと思います。あと飯がうめえんだ、はいはい、ぜひいっぱい食べて帰っていただきたいです。はい、よろしくお願いします。それではみほみほコンビで、はい、みほみほコンビもこれで、あーなーむでは皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。若狭小浜観光協会の皆様本当にありがとうございました。それではナムー、あ寂しい。